D・アーシャムボーはアメリカ合衆国のテストパイロットでアメリカ航空宇宙局の元宇宙飛行士である。30以上の異なる航空機で4250時間以上の飛行経験を持つ。既婚であり、3人の子供を持つ。趣味は自転車、重量上げ、アイスホッケーである。スペースシャトルには2度搭乗し、2007年の STS-117 では操縦し、2009年の STS-119 では船長を務めた。2013年に15年間務めた NASA を辞し、シエラネバダコーポレーションのドリームチェイサープロジェクトのテストパイロットとなった。アーシャムボーは1978年にイリノイ州ヒルサイドのプリバイソウエスト高校に通った。高校を卒業すると、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校で、1982年と1984年に、それぞれ航空宇宙工学の学士号と修士号を取得した。アーシャムボーは、1985年1月に、テキサス州、ラックランド空軍基地の将校訓練学校で、アメリカ空軍少尉に任命された。その後、テキサス州、シェパード空軍基地で、ユーロ、NATO ジョイントジェットパイロットトレーニングに参加し、1986年4月に W アビエーターバッジを得た。その後、1990年4月までニューメキシコ州のキャノン空軍基地で第27特殊作戦航空団に所属し、海 -111D の即応パイロットを務めたと言われている。1990年5月にネバダ州ネリス空軍基地の第37特殊作戦航空団に転属し、海 -117A に乗った。1990年11月から1991年4月までは、サウジアラビアに展開し、湾岸戦争で砂漠の盾作戦や砂漠の嵐作戦を支援して、海 -117A で22回出撃した。1991年8月から1991年12月には、サウジアラビアに2度目の遠征を行い、戦後の平和維持活動に従事した。1992年8月には、ニューメキシコ州、ホローマン空軍基地に転属され、海 -117A の飛行教官及び、第57航空団のテストパイロットとなった。1994年7月から199年6月まで、カリフォルニア州、エドワーズ空軍基地のテストパイロット学校に通い、1995年7月にフロリダ州エグリン空軍基地アメリカ空軍開発試験センターの第46試験航空団に配属となった。そこで彼は海 -16 のすべてのモデルの開発試験飛行を行った。宇宙飛行士の候補に選ばれた時は第39航空試験飛行隊に所属していた。現在はアメリカ空軍の大佐である。アーシャムボーは主訓飛行十字章、ディフェンスメリトリアスサービスメダル、メリトリアスサービスメダル、エアメダル、エアリエルアチーブメントメダル、エアフォースコメンデーションメダル、エアフォースアチーブメントメダル、空軍戦闘隊記章、南西アジア従軍記章、クウェート従軍章等を含め様々な受章がある。彼はアメリカ空軍テストパイロット学校では優秀卒業生で、Liethen-Tittle賞を受賞し、将校訓練学校でも優秀卒業生であった。STS-117 で、カナダアーム2の操作を行う STS-119 でチェックリストを確認する1998年6月、アーシャムボーは NASA により宇宙飛行士の候補に選ばれ、1998年8月から訓練を始めたと報じられている。1999年6月には宇宙飛行士室オペレーションブランチに配属され、2003年にスペースシャトルに導入された飛行装置のアップグレードを行った。2001年9月にはシャトルブランチにも配属されて宇宙飛行士の支援を行った。ここでケネディ宇宙センターでの発射と着陸の支援を行い、STS-111、STS-114 ではリーダーを務めた。2004年10月には STS-121 でカプコンを務めた。アーシャムボーはスペースシャトルの118回目のミッションとなる STS-117 で操縦士を務めた。STS-117 は2007年6月8日19時38分に打ち上げられ、2007年6月22日15時49分に着陸した。14日間のミッションで580万マイルを飛行し、エドワーズ空軍基地に着陸した。このミッションでトラスを国際宇宙ステーションに運び、長期滞在乗組員の交代を行った。STS-119 では初めて船長を務めた。このミッションで国際宇宙ステーションの最後の太陽電池アレイを運び、また長期滞在乗組員の若田光一も乗り込んだ。STS-119 は13日間のミッションで2009年3月15日19時43分に打ち上げられ530万マイルを飛行して2009年3月28日15時13分にケネディ宇宙センターに着陸した。2013年3月19日、NASA はアーシャム・ボーがシエラネバダコーポレーションに入社するため15年間勤務した NASA を離れることを公表した。ここで NASA の商業乗員輸送開発プログラムの下で将来の有人及び無人ミッションに用いるためのドリームチェイサーの開発に携わることになった。アーシャム・ボーがかつて登場したスペースシャトルと同様にドリームチェイサーは垂直に打ち上げられ水平に着陸するよう設計されている。ありがとうございます。